おはようございます。こんにちは。こんばんは。セスナーケイスケです。では、今回もラルルをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ファイル7。確か、相談室がなんたらこうたらで終わったんよね。相談室を探しております。俺。あれ？また、あれ？前回、あれじゃ、決定のボタンは、ナイフフランボタンだったのに何だろう。ナイフ振るように設定されとる。よう分からん。ゲームパート使いよってはたまにって結構な頻度で配置が変わったりするんよね。くそ。ちょっと食らった、食らった。やばいやばい。相談室。ちゃうわ。あ、何やっけ、俺が探しちゃった。相談室だったっけ。相談室だっけ。あれ、何やっけ。俺、さっき言うたばっかやん。なんか決定ボタンとナイフ振るボタンがごっちゃになっちゃって、なんか決定を押すたびにこうナイフ振ってしまう。あかんねえらいことなってる。この女の子が恐ろしい人物みたいになってきてる。ゲームパートの設定変えとかなって言いたいところやけど、変更してないんでこうなっとるよね。銀色ナイフ、あとハンマーみたいなんやけど、これひび入っておけいけるんじゃないかなって、ハンマーでいけるんじゃないかなって思っとったのに、いけんと。よし。ああ、どう、何だったっけな、何だったっけな、あれよ、なんか届くようにボタンに届くようにしないかんところを、あ、前回見てくださった方は分かっとる通りだと思う、知っとると思う、分かっとると思う。よし。ああ、やばい。ああ、ATP が2しかないときはもう主人公後ろ斜めになってる。後ろ。お前何やねん。結局何やねん、お前。教えろや。うん。あれ？ここ入れるんじゃねえって思ったけど入れんのよね。うん。あ、もういい。なんだろうね。だからもういい。もうなんか嫌いよな。紐的ななんかが欲しい。相談室だったかなんだか分からんけど、なんかがある的な感じだった。なんかがある的な感じと、あと紐かなんかであそこのボタンを押せるようにしたらいかんところであります。どこ行けばいいか分からん。マスター、よし、ジムシーツ入れないです。ここは関係なし、入れない。女子トイレか、こっちは。イエス！もうナイフの使い方覚えたもんね。どういう感じで潰せばいけるか分かったもんね。これもしかしてあれかな？いやー、まあいいや。考えるのは予想。とりあえず、バンバンいろいろ探索の巻。新しくまた開いとるところがあるんかな、もしかして。てか、回復しとこうか。よし。とりあえず5あればいけるだろう。よし。ここまだ入れない。まだ入れないね。じゃあ今回もあれかな。進展のあるところまでカットしようかな。あ、ここ見落としとったわ。ここあったんじゃ。大司教は他にも何かを隠していた。どこかに閉ざされた部屋があるらしいが、私は発見することができなかった。もしかしたら処刑室かな。ハンマーで叩いたら入り口ができた的な。それはさっき見つけたもん。あれ？あれ？ここから降りれんかったっけ？なんか似たようなところがいろいろありすぎてさ。ここはもういいや。これでここになんかイベントが、ってか、新しいもんが出てきたらいいやつね。出てきてないですよね。出てきてないですよね。何か道具があればっていうの、道具が見つかってない状態。たびたびカットしていくかな。何もないようだったら。なこれ。遺体安置室とか。あれ？こう読めるんだよ、遺体安置室とか。入ります。読めない、まだ。会議室だったんだよ。ここ会議室だったんじゃ。
なんだこの白い部分読んだら見えるんで、あーこれは分かってるだな。これかといってなんかあるそれとわけでもないわ、見とるわけではないんです。なんだいこれ、じゃあ何をやっているのかわからない。やめて進まない。この穴とかちょっと気になるよね。気になるけど何もないんだよね。お、懐中電灯でかざしたら光よる。事務室の鍵があって、あわ危ねえ危ない。つか何々を手に入れましたの時まで動かんでもいいやろお前ら。やめてよね、というのやめてよね。突っ切る。よし、事務室か。事務室どこにあったかな。あれこっち道やったっけ。あったわそれはあったわ事務室、休憩室か。これはあー戻ってきた。次のところ、最初のところへ。じゃあちょっと事務室までカットしまーす。何かあるって言おったん、事務室のことだったっけな。あーここここ、事務室。オッケー、あセーブしてなかった。何がある、いろいろ面白そうなんがありますね。まずはこれですよ。ん？え、これはゴーストップコープコープゴーストップトスコープ何それ、ゴーストップスゴーストポケモンのです。なんとかコープゴーストスコープ、あコープスパーティーとかそういうんではないですね。ここは学校ではありませんからね。よくわからないけど使えるものなら今欲しいからね、もらっておこう。ゴーストスコープ、これがいいよってやつや。なんそれなんそれ、ツールか。装着することで見えない死人を見えるようにできる。見えない死人を厄介です。マジでか。ちょっと気になるな、この部屋にもおる、もしかしてその見えない死人とやらが。おお、なんかすごい光ってる。この部屋にはおらんのか。オッケー、じゃあもう懐中電灯に戻すよ。うん、あれちょっと待って、あれこの辺に骸骨もう一つなかったっけ。このミニこいつとは別の、えまさかな、間違いとかそういうんじゃないよな。あてかこれ何、あ、ちょっと見間違いだったかな。ちょっと見間違いだったかな。俺の目おかしかったかな。おかしかっただけだ。オッケー。資料がある。これが絶対あの調べたら何度か読め、何度かのあのメモ、ここにおった人のメモになるんだろうな。とりあえずさっきこっちやな。遺体安置室の鍵を手に入れました。これ知ってる？どっかにあったような気がする。遺体安置室か。殴って、ハンマーで殴って出てきたのが遺体安置室だったような気がするけど、どうだったかな。ハンマーで殴るところもないかな。それよりこれやな、やっぱ14日、これが2月だったらバレンタインデーだよ。バレンタインデーでなんか殺しに来たとしたら、血のバレンタインデーとかいうどっかで聞いたことある言葉になるね。大司教の部屋にて銃を確認、一体何に使うつもりなのだろうか。銃って教会には何ら縁のないようなもんだろう。危ないわ、大司教。大司教、お、応急セット来た、やった。ちょっと HP がやばかったんですが、応急セットをバンバン欲しかった、そういう状況。やっぱ、戦闘に慣れてきたとはいえ、ちょっとはダメージ食らうんよね。ミスってさ。さあ、なんもないかな。ハンマー使うところなかったりする？一応調べとこうか、ハンマー。ハンマーパターン。ここは何もないし、他のところもハンマー使うようなところはないですね。オッケー。じゃあ、懐中電灯戻してと。よし、行こう。よし。何やったっけ？あー、なんかちょっと違うタイプのが出てきとるやけど、右。ちょっとゆっくり動きようようなやつがおるんやけど。あのゆっくりさのせいで、あの右側におる、なんか、女性型の幽霊が、なんかちょっと前、
ちょっとどいてよみたいな感じにしとった。ほら、見てみ、これ。イエスイエス、あ、普通に倒した。なんか強いとかそういうんでもなかったわ。新しいの増えとるね。あゆを掘るんじゃ。それより、なんとかなんとか、なんとか、遺体安置室か。遺体安置室とか、グロいな。絶対、懺悔室でできた死体とかあった。処刑室もあったし。ああ、ここ入ってないところや。え、アイドルなんか知らんけど、アイドル。急いでアイドル。あえあ、そうかそうか。今のがあれか。このゴーストスコープで見なあかん。見えない幽霊じゃない。あれ気のせい。あれ気のせい。あれあれちょっと、あ、一匹しかおらんかったんだよ。気のせいやな。俺、なんちゃっと変な勘違いしとんねん。今回、俺変な感じが言ばっかしよ、俺。これ、バカ実況者になってくるんじゃん、俺、味方によって。あ、これじゃ。なんか開いてないところ、開いてるなと思ったら、鍵開けただけか。あ、セーブしてない。セーブするマス取った。あっ！あっ！オッケー。では行ってみよう。敵多いわ。あー、なんか、下半身ないんがおる。あー、何今の。え、ちょっと待って、じっくり歩くやつ、HP 全損するん。HP 結構あったよ。4つぐらいあったのに、それでも触ったらゲームオーバーなんじゃ。嘘。じっくりやけどなところなんじゃ。やべ。やべやべ。え、なになに？今度は何？今度は何？今度は透明のやつに触ったらなんかちょっと一瞬だけ動けんかったぞ。やばいぞ、特殊な幽霊出てきやがった。戦闘が大変です。ここはこう突っ切っといて。やべやべ。やべやべ。逃げろ逃げろ。安全地帯行く。俺のここのランブで行くぜ。あー、あいつ。ゆっくりなやつ、何もお前そんなとこおるんだな、こっちおったら。よし、こう動い、動けや。こっち取れたわ。どうしようかな。よっしゃ、そこだ。オッケー。よーし。あ、避けられた、避けられた。避けられたけど、こんななら問題なし。よし、あいつは放置。あれ？あれ？どこ行った？あ、おるわ。頭だけ見えとった。じゃあ、ちょっとずつ調べていきますか。まずは、ベッドも、このベッドから調べて、この壺ですね。なんもなし。これは？なんもなし。これ使うんじゃないんじゃ。なんこれ？気になるのある。なんか気になるのある。なに？あれ、調べれんの？調べれんのか。あとなんかあるかな。ベッドは、ああ、そうそう、これあるやん。13日、あれ一つ前か、1日前か、教会に、なんていうのこれ礼拝者、まあいや、それでいいや。から遺体が持ってこられた。遺体、成仏できるよう神の神に祈ろうた。神神神に祈ろう、神に祈る、神に祈ろう。一時、遺体安置室に保管することに。しかし、その日のうちに遺体が消える。え？大司教、遺体誰かに盗まれた。遺体盗むとか、そういう趣味の人おるんじゃ。つか、もう、どういうこと？遺体盗んで何するんな。ゾンビでも作るんか。大体、なんだ？連れてきたらすぐに、成仏させるとかそういうんではないんだ。もう終わりかな。ヒビとかちょっと見えんじゃん。ああ、もう微妙やな。これヒビ、ハンマーで割れるんか分からんぐらいのやつだもんな。ハンマーで割れるヒビとかの基準が分からん。よし。とりあえずここは問題ないやな。ちょっと念のためやけど、ゴーストスコープでもつけてみようか。なんもない。なんもランナーと思ってない。オッケー。よーし、どんどん進め。やだ、お前におるわん。また前におったわん。なんか手に入ったっけ？ちょっとヒントだけ。ヒントつうか、メモだけか。じゃあ、新しいところを聞こえとんかな。相談室、相談室、相
男子はもう多分何もないと思うよ。それよりもなんかどっか空いてる系のことがあると思うよな。会議室、会議室もう見たけど、それよりなんあのスイッチを押すためのアイテム、それが欲しいんじゃ。あ、また透明な幽霊がおる。お前ここの配属じゃったっけ。開かない。これは懺悔室。あ、危ない危ない。懺悔室、懺悔室じゃないんだ。私は敵がちょっと配置変わっとるね。あ、お前そんなところおるなだ。一番落ちやあかんところおりやがって。あっ、オッケー、ざまあ。じゃあなんだろう、どっか開いとんかな。開いとる。どこ開い、どこ開いてなかったか忘れたんやけどさ。処刑室、K の部分を消すというね。あ、まだ配置変わっとる。こんなやつおらんかったもん。よし。つか、幽霊というよりゾンビみたいな感じやな、今の。ちょっと今は気づいたけどさ、死者の動きがね。よし。今回のパートはね、カットが多くなりそうなんで、収録時間もその分多くする。そういう感じでいきますよ。だからもうちょい続けていこうかな。よし、あったー。やば、応急セットやって無限じゃないんだ。そんなにコマメに使ってられん。あれ、いや、なんでもない。あ、そうそうそう。はぁ、いちいち降りるん。あー、もう幽霊、幽霊自体を知ってるよ。幽霊自体を知ってるけど、透明なやつ。あいつ、恥ずかしそうやけんな。そうですね。あっ、もうできるだけ無視したいところ。よし。あっ、この手のやつがよくわからんのよ。倒したところでまた復活するし、こっちに危害があるわけじゃない。まあ、何やけん、いいやけど。鍵かかっているね。男子トイレとかも多いです。どっかアイドルと組んだが、特に見つからず。あいつ警戒。これは大司教の部屋。まだ開いてないな、大司教の部屋。当たり前か。なんかラスボスが出てきそうな、なんかことやもんな。今は入りますかが、まだ続いとる。でもって、こっち側。オーケー。こっちは入っとったところかな。個室って言ったら開いてないところっていうのが定番やけど、あれ、あ、開いた。いや、こっちもやっぱ、この部屋もやっぱ、敵の配置変わっとんやな。おーしょー。で、最初のところに戻っていきます。これ何もなかったらもうこの辺ちょっと調べた、何もないっていうんだったら今回はこの辺にしたけど、やばい。あれ、結構ダメージ食らったで、透明の幽霊のダメ攻撃食らったら。1回の攻撃につき1ダメージとかそういうわけじゃないんやな。やばいなこれ、やばいやばい、いろいろやばい。休憩室。あれ、新しく増えとる。3日、大司教の様子が今日はおかしかった。まだ肝心の怪しいところは分かっていない。序盤のやつやな、3日って。暗くて読めない。ああ、読んだけにいいんやけど、一応ね。ああ、マニュアルだった。そうそうそう、マニュアルでしたよ。こんなチームあったりしてね。これ読める。ああ、読んだやつやん。読めたってしょうがないやん。だからちょっとグダグダになりながらも、今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。See you again.